こんにちは、今回も英語版のシャドーバースをねやっていきたいなと思います。でいつものように、最初1枚だけね、なんか声を聞きたいと思うんですけど、ウィッチに関してはちょっと超越ウィッチでやろうと思ってまして、まあ、あんまり喋るカードがないんで、じゃあ超越、聞いてみるか、まあ、超越発動できるかもよくわからんから。 Here comes some real magic! まあそこそこいいな、リアルマジック。ってことで、ちょっとやっていくか。あ、ちなみに超越ウィッチはこのジジイ使います。はい、まあ、勝てるかどうかなんですけど、まあ、多分勝てるんじゃないか。超越は強いからな。で、ウィッチは初めて使うな、このジジイ。ただ単に、進化するときのヒアウィーゴーが聞きたいだけなんやけど。さあ、攻める対戦相手は、ロイヤルか。なるほど。Let me warm up for a spell. あ、超越来たな。まあ、ここはまあ、先行か。先行なんで、まあいいかな。とりあえず、とにかくフォロワーがいないから、あんまこいつの声聞けないけど、まあちょっとね、ここら辺、声をちょっと聞いていくか。これ撃っちゃう？撃っちゃうか。で、ちょっと一つずつね、声を聞いていくか。Pleasure to meet you. 何も出さんのかい。I ought to thank you. Oh, I beg your pardon. You're a fighter and a half. あかん、壺に入りそうなるわ。壺に入りそうなる。知恵の光、で、虹の輝きかな。虹の、周り2枚も結構心強いな。次のターン、魔力の蓄積かな。相手アグロ寄りやな。なるほど。氷像か。まあ悪くはないけど、まだ早いかな。まあ、これでいいか。なるほど。最初やっぱエンジェルスナイプ取っとくべきやったかな。You're about to see every spell in the book. You're about to see every spell in the book. やばいなこれ。ちょっとやばいぞ。ちょっと手加減してる場合じゃないな。なるほど。マーリンで突破できないし、やばいなこれ。表情出す。いや、マーリンしかないか。まあ、マーリンを、出して、でも俺は負けっぽいな。Here we go! A revelation. Death draws near. My armor has been pierced. いや、これ負けですね。はい。これがちょっと取られた。あ、負けやな。これは負けですわ。ウィンドブラストが、2点溜まってんのかな。分かりにくいな、表記が。これさすがに負けだわ。負け負け。ダフンアイやって。ダフンアイやってよ。いや、ちょっと最初あかんな。出だし悪いな。やば、片目がやばいことになってくる。大丈夫かこれ。エッグトマトやな。じゃあもう一回やるわ。超越ウィッチで2連敗するしたらちょっとやばいから、まあそれはそれで面白そうな気もするけど、なんやろ、今のちょっとミスってたな。何がミスったんかちょっとよくわからんわ。やっぱ氷像を出しとくべきやったかな。そこはやっぱゴーレムプラス氷像で耐えるべきやったかな。いや、周り一体とちょっと、力不足やったっていうのがあるのかな。まあ、ロイヤル自体ちょっと相性が悪かったような気もするけどな。さあ、2戦目の対戦相手は誰か。まあ、エリカか。エリカはな、強いからな。なるほど。
あ、高校でジジイは大きいわ。で、OTKL 増やがこれ、悪撃はいらないと。あ、悪くないな。OTK でエンジェルスナイプ取ってのは大きいな。これ勝ったんちゃうか。ただ超越が来てないからちょっと微妙っていうのもあるけど。ウォーターフェアリー。これもう惜しみなく打っちゃっていいと思います。はい。で、次のターンレビーを出すかなんですけど、出さない方がいいかな。でも出すと相打ちを取ってくれるっていうのもあるかもしれんけど、フェアリー、小賢しいな。あ、小賢しい。ここレビーを出さない方がいいかな。あ、レビー出すよりもやっぱ溜めていった方が強いから。あー、悪くない悪くないよ。あ、で、次のターン、フェイスハンドかな。あーあー、で、氷像、あれ初心者やな。なるほど。ここでも魔力の蓄積は打てないので、これ、ああ、やばいやばい。やばいやばい。超無が動いてしまった。フェイスハンドを打って、あ、まあまあ、超越が来んかったら何ともできないんだよな。しかもフレームデストロイヤーも来てないしな。これ2連敗するんじゃないか。あ、いや、OTK はほんま勘弁してほしいな。それか GG とかでもフォロワーで攻めていくっていうパターンもあるけど。You're about to see every spell in the book! You're about to see every spell in the book! なんで相手ターン終了するわけ？どういうことこれ？ドローがしたいけど、ドローができないから、そうやな、ゴーレム、いや、ゴーレム出してしゃがないか。まあ、GG 出して、で、進化かな？もうよくわからなくなってきた。よくわからなくなってきたけど大丈夫これ。で、クレイゴーレムかな？ただこれ、溜めてもしょうがないけどな。もう攻めていくか、フォロワーで。ああ、それしかないな。ただ3コス、4コス何も出さへんっていうのはちょっと気になるけど。ああ、森の石な。なるほどね。はい。まあ、リノセウスを貯めていくと。まあ、相手出さん方がいいもんな。超越の場合はやっぱ。出さへんっていう選択肢は強いからな。なるほど。悪撃か。ああ、もうこれ貯めるしかないな。貯めて。ああ。マジックミサイルか。これやばいな。超越来なかったらやばいパターンだわ。待って、これ負けたんじゃねえか。これ2試合目も2試合目も負けた臭いんだが大丈夫かこれ。なるほど、なるほどね。あ、リノセウスを呼んでいくって感じか。まあでもこれOTK ってその名の通りやっぱ一旦で決められてしまうから、まず知恵の光かな。いや、超越来いよ。頼むから来てくれ。あー、来た来た。まあこれかな。いやー、ちょっと待てよ。魔力の蓄積かな。あー、でも相手のフォロワーを残しておくのもやばいから、やっぱこれかな。で、まあこれかな。いやー、どうやろう、わからんくなってきたな、ちょっと。わからんくなってきたな。まあでも16やから、まあなんでまだ10コスまで耐えれん、どうやろうな。でも1点でも食らってしまうとやばいから、やっぱ相手に進化をさせないことが大切かな。あー、出た。で、オフ。ただこれリノセウス2体ケミナ戻せないようになって大丈夫か。なるほど。で、まあ、ターン終了とか言うなよ。ターン終了とか。ああ、まあまあまあ、なるほどね。小賢しいな、やってることが。なるほどなるほど。あ、13点やだ。まだ1点足りないんじゃないか次のターン。魔力の蓄積、まあ演術かな。あ、演術打っちゃって、
とね、そうやな、まあウィンドブラスト打つっていう手もあるけど、メインはな、正直どうやろ、まあ打つしかないか、もったいない気もするけどな、まあ打っちゃってだから超越がもうちょっと溜まりそうやから、まあなんとかなりそうかな。あ、まあ悪くはないか。ただ次、まあ次のターンはあまり1点足りないと思うから、まあリノセウス2体打ったら足りるのかな、よくわからんけど。エンスナー、あれそれやばいパターンやな。あ、エンスナーはやばいわ。エンスナーあ、でも5個ステイいけんのか。あ、負けたわあ、負けたわ。やっぱ演出なーやったら負けてない。そうやな。あ、いや、何これ、クソゲーじゃねえかよなんだこれは。あ、なんだこれは、これはなんだ、クソゲーかあー、なるほどね、これ弱いなこいつ。あ、弱いな。ちょ、もう一回だけやるか、なんか悔しいわ。なんか3戦やるっていうのが結構初めてじゃないか、3回目やるのって、こういうネタデッキっていうか。まあいや、悔しいからちょっともう一回やるわあ、というのも、まあ一つ理由があって、やっぱサムネにするにしても、やっぱ買ってるとこのサムネが欲しいわけよ、写真がな。あー、やばいなあ、だからこいつが勝たないとね。だから3連敗はさすがにさ、ワロタシャンバリになってしまうから、クソワロタシャンバリになってしまうからな。使い方が悪いとも思えないし、あ、使い方自体は神やから、全然ミスもなくやってるはずなんだけども負けてしまう。それはしゃあないな。あ、打ってしまって、これ打つの間違ってんのかな、それとも最初打つのが間違ってるとか。まあ GG も出しちゃえか、もうよくわからんけどもやっちゃえ。あ、さあニコスは、あ、ドロシーね、なるほど。まあでもドロシーやったらなんとかいけるんじゃないかこれ。でも手札に戻すっていうのがまあいいか、戻しちゃえ。いや、これあかんか。あ、握手やな、今の。握手。打たん方がよかったかな。これもまあ、いや、でも、打つ意味がないんだよな、正直。打ったところで、あんま意味ないな。これ打たないか。よくわからなくなってきたわ。だから、超越あるあるじゃないですか。なんか、やっててよくわからなくなってくること。あ、打った方がよかったな、これ。あ、でも、打たん、まあ、いっか。まあまあまあ。まあ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 、まだ許容範囲かな。クレイゴーレムでウィンドブラスト打つか。ウィンドブラスト打って、でこれ顔でいいんかな。あー、でも相打ち、いやー、どうやろう、顔、いやー、相打ちかな。まあ、もったいない気もするけどあ、まあ、多分次相手ジジイなんで、やっぱドロシービッチャーな、あのフォロワー残すと負けなんで、やっぱ全部できる限りね、できることなら全てのフォロワーを除けるっていうのがやっぱ鉄則やと思うわ。出てくるな、はい、あ、もうそれ禁止だってマーリンが欲しいな。あ、できればマーリンが欲しいじゃあクレイゴーレムで、まあこれ打つんかな。あー、まあ周りに来たの大きいな。でこれ相打ち取ると、あ、オーホンはやばいな。まあ、次のターン周りに出せるけど、相手の展開次第でこれ負けが確定するような気がするわ。まあ、相手の展開次第やなこれは。はいはいマジックミサイル。あれ、でもマジックミサイル入れてるの珍しくない？あれ、これ超越？ドロシービッチにマジックミサイルが入れてるもんなんか。うわそれはエグいわ。それはエグいわ。あ
あ、デストロイヤー型か。なるほどな。だからドロシー入ってないパターンかな。いや、それきついぞ、さすがに。This is your fate. まあ、進化使うか。You won't get past me that easy.で、撃っちゃって、でもこれエースナー撃つか、もうそろそろ。いやでもウィンドブラストが2点か。まあエースナー撃つか。あー撃っちゃって、なんかワンチャン負けたなこれ。あー、デストロイヤーで取ってくれるとは、思えないからな到底。まあでも悪撃がまあ撃てるからなんとかなりそうか。忍ぶ、なるほどね。あーで、オフなるほどなるほど。あーやばいやばいやばい、あと2点しかないよ。もう耐えるしかないな。悪撃撃ちます。でターン終了か。あ、これワンチャン負けたな。レビー来ても負けやし。弱いなこいつ、これ弱いわ、弱すぎる。弱すぎるだろう。あ、もういいわ、もうなんか勝てる気がしないから、もう3連敗で動画上げとくわ。もう話になんない。あ、ちょっと調子が悪いっていうのもあるけど、そもそもこの、エラスムスのな、実力がないんやわ。私のね、実力じゃなくてエラスムスの実力がないから負けたんっていうことにしとくか。あ。